リセットルーティンということで全部きれいにしていきたいと思います。はい、リセットルーティンということで半年ぐらい散らかし続けたドレス私これで撮ってたんだよ動画。こちらとこのね棚に全部ストック類が入ってるので全部きれいにしていきたいと思います。キャーやなっちゃんやだ、やりたくない、頑張る。どうしようかなと思って、まず机の上からやって引き出しを、まあ、引き出しとかにしまってって引き出しを片付ける Before 感じで行こうかしらと思っております。あーもうマジで何からやればいいかわかんない。今日はバイレドのツリーハウス入ってます。よし、あああああああ、まだあったフェイスパウダー、ちょっと待って、ああ座れないじゃんもうや、やんなんじゃんよ。ブラシ本当にね、ブラシだけでどんだけあるんですかって感じで、もうペン立てにも入らないんですね。潔く捨てますよないものは。あーこれ先が思いやられるぞ。あもう入りません、なんか奥にもありますせー、わーこんなのあったみたいなものが出てきました。アイシャドウ、おお好きなやつ、これをあ開けて、そうだよね、ここって本来こんなに綺麗だったよねって感じですわ。ここがちょっと汚れてるのね、そういうのはメイク落としのシートで拭きます。メイク落としのシートをこうって拭くとすぐあの化粧汚れだから落ちるので、それでいつも、まあ、いつもつってもめったにやんないんですが綺麗にします。でその後にまた水拭きベイビーワイプで上から拭いてっていう感じでやってます。これは回転するアイライナーとかそういうの入れてる、またこれも整理するんだけどとりあえず置いてます。とりあえず今ここはなんとなく片付いたので、ここから引き出しに取り掛かっていきたいと思うんですが、あパックでもしながらやろう、ボンジョンヨさんでもします。なんかさ顔に吹き出物がすごいできて、ニキビとかじゃない、なんかうつうつができてんだよね。はい、これでやろうっと、ちょっと一回休憩します。はい、まずリップがこんななってます。これをまず片付けていきます。断捨離、こっちもやばいでしょ、こっちも全部化粧品です。ここの床のものもしまわなきゃいけないのですね。これさ引き出しが取れないのね、それがもうめっちゃ嫌です。見て同じような色ばっかり、それ全部かわいいの。なんかやっぱこうやって見るとさ、あああったあったこんなのっていうのがさ発見がいっぱいありますよね。結構断捨離できてる気がするんだけど、このシリーズ大好き、かわいすぎだろ、かわいすぎ。よし開きました。とりあえずはなんとこんなに少しになりました。ここも空いてるし、ただここに結構まだリップがあるのでこれも
またやったり、ここにもちょっとあるので、この辺もやりたいと思います。でさ、ジバンシーのリップがマジで可愛いんだが、今いろんなさ限定をさ送っていただいたりするじゃん。で見てたのね、見て、マジで可愛くない？これも可愛いし、グリッターも可愛いし、このキラキラちゃんも可愛いし、この花柄も可愛い、とっても可愛いざんす。はい、これ倒れちゃうんだよね、どうしたって。はい、続きましてアイシャドウいきます。アイシャドウは結構私開いて置いてみるんだよね。で似たような色が被ってたら、あの古い方を捨てるような感じにしております。この間これアメリカだっけな、どっかで買ったんだよ。かわいい、かわいいとかいう話じゃなくて、かわいいから持ってるの全部で、絶対使うってやつは分けてます。世の中いいもの溢れすぎ。かわいい、かわいい。アイメイクなんてさ、最近ちゃんとしっかりやってないからさ、アイシャドウとかもなんかさ、やっぱアイシャドウ最近海外もアイシャドウなしとかが多いんだよね。今まださ、ここの奥にもね、すごいいっぱいあるんです。まだこんなに残っている状態で、今床にとりあえず並べたのでこんなにある。こりゃすごいね。見てください、さっきまで入らなかったアイシャドウが結構思い切ってあの断捨離したので、こんなに隙間が空きました。はい、続いてこちら、フェイスパウダーチークコンシーラーコントワーがこんななってます。ここやっていきます。よし、このロードのチークもあるので一旦ここに入れちゃいます。もうチークがさ、私さ、メイクのポイントでもあるので、チークが本当にいっぱいあるんです。パウダーもあれば、まあリキッドがメインで結構使うことが多いんだけど、本当にね、チークは結構他の人よりもやっぱいっぱい持ってると思います。かわいい、ディオールのこれ、このトゥーフェイスのさ、これがさめっちゃかわいいんだよね。全然断捨離できないんだけど、あー、これも使ってない、使おう。ハイライターっぽいさ、ジバンシーのやつ、かわいすぎ。はあ、これアイシャドウじゃなかったっけ、ハイライターだっけ。同じようなもんじゃない、これ、これとちょっと違うんだよね。アンミカさんなの、白の種類が、わかる、この白の種類がアンミカさんなんです。こっちのが青み、もう真っ白、漂白系の白。はい、片付きました。でもまだまだすごい量なので、まあでもいっぱい使うんだよな、チーク、いろんなの。とりあえずここはこんな感じにします。ということでこんな感じに、ちょっとまだね、まあここら辺使ってるコスメなので、あの、まあ、出てる部分はあるんですが、こんな感じに片付けました。で、引き出しの中も綺麗になったので、まだ床が片付いてないんだけど、リップでしょ、アイシャドウ、もうぐちゃぐちゃですね、全然綺麗になってないわ。けど減ったのよ、減ったので大丈夫です。で、チークとかパウダーとかでしょ。で、最後がファンデーション類ということで、こっちも片付け、床も片付けなきゃだし、仕分けしたものとかを分けたりしなきゃいけないんですが、こんな感じでとりあえずドレッサーが片付きました。イエーイ。はい、リセットということで、ブラシを洗いたいと思います。ちょっとね、しばらく洗ってなかったので、ブラシが汚くなっちゃってるので、スタメンで使ってるこのブラシを、私はブラシクレンザーは、このメイクアップフォーエバーの、もうなくなっちゃいそうなんだけど、使ってます。まず、このキッチンペーパーにブラシクレンザーを出して少し。で、そこに、例えばブラシをこうやってつけて、そうすると色が出てきます。で、別の余白のキッチンペーパーで空拭きみたいな。こんな感じで色が、これ今このブラシについてた汚れ。やっていきます。こんなに綺麗に取れます。で、大体この空拭きした時に、今固めこんな感じ。
空拭きした時に色があんまり出なくなったら OK っていう感じで、何回か筆によってはね、何回かやってます。このブラシクレンザーは楽天ルームに載せてるので、まあ、概要欄にリンク貼っておきます。貼っておいてください、チームの皆さん。ほら、こんな真っ白になりました。これ茶色かったんだけど、こんな真っ白になった。で、ファンデ系の手強いやつとかはこのケースに液を入れて、筆をもう液にちょっと5秒ぐらい漬け込んでみたいな。あとファンデ系のやつとかもう水洗い、普通に中性洗剤とか、その洗う用、水洗い用のもあるんだけど、ソープが中性洗剤でもよくて、そういうのでやっちゃった方が早かったりもするんだけど、このいつものアイシャドウブラシもほら、めっちゃ綺麗になりました。これもやばいです、コントアブラシ。これも水洗いしようかな。水洗いはこのセフォラのデトックスってやつを使っていきます。まずブラシをちょっと濡らして、そのまま直接、こっちか、直接つけて、ほら、もう出てくる液がすごい汚いです。これが出なくなるぐらいまで。なんかさ、習字の時にさ、習字習ってた時、直接蛇口に筆を当てちゃダメってさ、めっちゃ言われて、もうこれで良さそう。すすぎをちゃんとしっかりやってあげます。で、このピンクのブラシも本当はコップとか、なんかいらないやつ、ボールとかの中でグリグリグリとかやってもいいんだよね。最後これやって終わりです。はい、ということで今半身浴を30分ぐらいかなして、ドラマ見ながら、シャワーから出ました。今回の動画はですね、なんとじゃじゃーん、こちらの私が何回ももういろんな動画で紹介してるアノブの、提供動画となってます。イエーイ、ありがとうございます。あのオリアン肉と必ずいつも買ってて、本当に大好きなトリートメントなんですけど、まあ、入浴シーンとかちょっと撮れないので、テクスチャーとかここで説明したいなと思います。ちなみにこちらの商品名がアノブディープダメージトリートメント EX っていう、商品名なんですけど、多分見たことあるって、韓国好きの方とか韓国によく行く方とか、まあ、Q10 とかでもそうだけど見たことある子が多いかなと思うんですけど、でタンパク質を髪に補給してくれる、トリートメントで、私とかみたいなカラーとか、と熱によるダメージヘアでお悩みの方に特におすすめで、あの洗い上げがすっごくしっとりするような感じで、こう手であのトゥルンという感じの、手触りになるような感じで、私はもう洗い上がりもすごく好きだし、その翌日もすごく好きで何本もリピートしたんだけど、もうすごい、こんな、これよりももっと大きいボトルとかを、いっぱい使ってたりとか、この写真とか以外にももっと何本も使ってました。乾燥もだし髪が広がりやすいんだけど、あのこれを使うとすごいまとまる感じがするんだよね。でこの香りはなんかアノブが独自で調合してるらしいの。ああ、ちょっと押すだけでさ、めっちゃいい香りなので、テクスチャーをちょっと見せたいと思います。こんな感じでちょっと結構こっくりめというか、あのこうやって手で持ってもこう固めなテクスチャーで、私は固めのすごい好きなので、まあ、柔らかくても髪にすごい馴染むかなっていう感じではあるんですけど、この固めのもすごいしっかりダメージ、ハイダメージ系のトリートメントってすごい固めのものが多くて、この硬さも結構好きです。まあ、硬すぎずって感じかな、のテクスチャーになってます。まあ、そんな感じでね、もう私が普段からめちゃくちゃ普段使いも何本もリピートしてて、でなんか9点とかでもやってると思うんだけど、あの1プラス1みたいな感じでおまけがついてきたりする時があって、あのおまけが結構旅行用にもよく、サイズ感もよくって、今回私これをロンドンに持っていくんだけど、サイズ感もすごく好きです。でトリートメントではあるんだけど、私は結構コンディショナーを使わないで、シャンプーの後は基本トリートメントだったりヘアマスクだったりとかを使うことが多いので、これをシャンプーの後に使ってます。じゃあちょっと洗濯物でも、ずっとさ雨でさ洗濯干せてなくて、さすがに浴室乾燥しようって感じなので洗濯物をやっていきます。で今から髪を乾かしていきたいと思うんですけど、アノブのアウトバストリートメントも使っていきます。これ見た目も本当に可愛いよね。
とっても、あの最初はパッケージがさすが韓国だなっていう感じだったんですけど、これはドライ前に髪にシュッシュしていきます。でこのインバスのトリートメントと一緒に使うことが、推奨されてます。結構私はたっぷりめにね使います。あー、いい香り。これもすっごくいい香りです。フローラルな感じのすごくいい香りがしています。で、あのスプレーしてから手ぐしでやったり、あとはまあどっちにしろ猫ブラシをしちゃうので、基本毛先をメインにスプレーしてブラシでなじませます。でスプレータイプだから、こうオイルとかみたいに手が汚れない、手がベトベトしたりしないのもすごくいいです。でなんか粒子がすごい細かくて均等にこう吹きかけられてるなみたいなのもすごく好きなポイントかな。はい、じゃあ乾かしていきます。はい、ということでドライしました。これ別にストレートドライヤーとかもやらずに乾かしただけなんだけど、まあ私の髪乾燥毛だからちょっと毛先とかがあれなんだけど、あのまとまり感がすごく出ている感じがします。前髪がさ、これさセットしてないと本当にやばくて、どうしたらいいのか分かんないんだよね。こんな感じです。でトリートメントは大容量、すごく大容量なのね。なのでまあオリアンにもあるし Q10にもあるので、ぜひ気になる方は、チェックしてみてください。でアノブ使うと翌日の髪もすごくまとまりやすくなるのでおすすめです。もうほんとこのままあのもっとね、私ドライ後より次の日の方が髪にまとまりが出る感覚があるなっていう感じで、次の日もチュルンというするのですごくおすすめです。とりあえず今日は寝て、まだまだいろいろリセットしたいことがあるので動画撮っていきたいと思います。じゃあおやすみなさい。はい、ということでこの棚をバッグ用に1個新しく追加しました、今ねこっちにも、バッグ用の棚は前からあるんですが、今からこっちにすごいもうねすごいぐちゃぐちゃになっちゃってるので、これを、仕分けしてこっちに分けたいと思います。でこれがここにねパイプがついてるバージョンので、このバッグ用のハンガーを買って大きめのバッグをここにかけたいなと思って、ちょっと後で見せるね。でもあんまりパンパンにするとまだねカビが生えちゃうのね、この部屋本当にカビが生えるの。日をまたぎまして、一応棚ができたのでみんなにも見せたいんですが、フリマに出すものをついでに仕分けてました。でも水鳥象さんをさ何個やったって何個やったってさ、もうすぐダメになっ、すぐね水になっちゃう。マジでさ、ここにエアコンあるんだけど、もうここもめっちゃかびるんだよね本当に。もうそもそもさ1階が衣装部屋っていうのが良くないんだけどね。だから本当はさバッグとか全部高いじゃん。だから本当は上の3階にねバッグとかを置いた方がいいんだけど、ディフューザーがもうほぼ空なので、ドットールブラニエスのアリアなんだけど、この間の購入品でも紹介して、入れ替えます。え、開かないんだけど。もうこれは開かないのでマイルズにやってもらいます。じゃん、こんな感じで上からバッグを入れて、下はこんな感じで、まあ、箱とか置いたりとか、ここにかけました。ラックはディノスで、このフックは楽天です。あとちょっともう1セットぐらいフック買ってかけたいんだけども、ここがすでにパンパンなのでどうしようかなって感じなんですが、でここにハンガーを置いてます。こっちのバッグが結構隙間ができたのですごく良かったです。
で、下が結構ここぐちゃぐちゃだから、ここ帽子とかあるんだけど、ここ一回整理したいんだけど、で、言うてもさ、こっちにもう置き場所がないんだよね。だからバッグもちょっと断捨離しないとと思ってます。洗剤の匂いもあるかもしれないです。すいません。これビフォーっていう認識でいいんですか？あ、そうですね。はい。下やばそう。じゃあ、おお。これって汚れですか？カビですか？何ですか？あ、今出てきてるんですか？はい、これはカビです。カビ？カビが出てきてるんだ。こんなにクーラーを分解してくれてます。こんな感じです。丸が逃げてる。やーばー。これカビってことですよね？カビですね。カビこの部屋のそうです、リビングの2階のです。リビングの、やばい。マイルズも見とけば、牧獣だよ、マジで。エアコンクリーニングをね、頼みました。もう1階、2階、3階、全部屋のエアコンのクリーニングを頼んで、1階と3階はもう夏場は24時間ずっと回しっぱなしなので、もう目に見えるカビが見えてたので、2階3階は 2,3 年前に1回クリーニング出してもらったことがあって、すごい汚かったんだけど、1階とかもう手何も触れたこともなかったんだけど、今回前回前にさ、めっちゃ綺麗になった洗濯機のクリーニングをやってるムーブオン、こちらのアカウントなんですけど、ムーブオンさんというところに頼んで、今回エアコンもクリーニングしてもらいました。うちは賃貸だから、基本的にエアコンとも洗濯機以外は特にシンクきれいにしなきゃとか、キッチンピカピカにとかも別に賃貸だからいいやって感じなんだけど、持ち家の人とかはそういうの頼んだりとかしてる人も多くて、まあ賃貸でも頼みたかったらお風呂掃除とかも超きれいにしてくれるらしくて頼めるんだけど、今回もエアコンをもう本当にちょっとグロガだったんですが、きれいにしてもらいました。もうどうやったってやばい美女。はい、ということで初めてね、今回こういう企画をやって、まあ、リセット Vlog みたいな感じでいろいろお片付けしたり、ちょっと気持ちを入れ替えたりみたいな、お掃除したりとかを、したんですけど、またこれ本当は半年に1回ぐらいリセットできたらいいなーね。マイルズしてほしいです。あなたも一緒にすんのよ。一緒にしよう。半年に1回ぐらいちょっとリセット Vlog が撮れたらいいなと思います。そしてですね、アノブの、トリートメントが気になったという方はぜひぜひ概要欄のリンクをチェックしてみてください。私が本当にガチ愛用前からしている商品だったので、また引き続き使い続けたいなと。今回ロンドンに行った時も持ってったんだけど、シャンプーは正直何使ってもトリートメント、その後のトリートメントだったりヘアマスクをいいやつを使うと、私は結構髪が綺麗に保たれるタイプなので、海外にも持って行ってます。そんな感じで最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。